ございます。ひろゆき Z です。今日はね、モーニングパーカーを着てね、またディオをやっていきたいと思います。今日はキャブの掃除ですね。キャブレタークリーナーをね、こう、吹き付けまして、掃除をしています。この中もね、もう真っ黒なんですよね。汚いんですよね。もう抹茶っちゃキャブなんですけど、このオートバイスターターというね、オートチョーク機能があるんですけど、こちらのパッキンからよくガソリンが漏れる、もう漏れてますね。こちらのパッキンを交換したいと思います。ですね、このオートバイセンサー、これですね、このパッキン、このパッキンを交換していきたいと思います。これ1番、見出し番号1番。2009年にも1回僕はキャブバラしてますね。これですね、このこれ買ったこの部分、1番のガスケットを変えていきたいと思います。僕はサービスマニュアル持ってるんで、こういうふうにここですね、ここバラしていくという、これサービスマニュアルを持ってると便利ですね。交換していきたいと思います。オートバイスターターなるものが出てきましたぞ。これですね、ここのパッキングを変えていきます。まあね、パッキンセットです。900いくらだったかな。こうキャブレターのね、パッキン類が入ってます。はい、これが取り外したパッキンと新しいパッキンです。もうダメですね。このスロットルボディのね、パッキンも変えていきたいと思います。オートバイスターターのパッキンこっちでしたね。間違えた。これさっきのね、取り出したのはこのスロットルボディのパッキンでしたね。はい、これミンジェットですね。すごいことになってますね。これは掃除が大変だ。これキャブレターの下側ですね、受け側ですけど、こちらのパッキンとかもね、変えていきたいと思います。はい、こちらのパッキンとオーリングですね。これキャブレターのこのドレンボルトのこのオーリングも変えていきたいと思います。トライアル。またね、ちょっとデッドストック品がね、見つかってきた。このね、このヒューエルホース、これドレンホース、これ多分いけると思うんで、これに使用したいと思います。インジェットを交換していきたいと思います。スーパーディオ ZX は、形式上が、MP3J なんで、メインジェットが75番なんだね。75番。はい、こちらに変えていきたいと思います。取り外したね、メインジェットですけど、真っ黒、新品に交換したいと思います。新品にね、変えました、メインジェット。真鍮の綺麗な色がね、出てます。34番のスロージェット、3J は真ん中の品番 VM6 だよね。99103の VM6。 このスロージェットももう古いんで、こちらですね、今取り外しまして、これ新品がまだありましたんで、こちらに交換していきたいと思います。もう分解掃除というよりはもう交換ですね。でフロートも大丈夫そうです。であとここパッキンも変えて、まあキャブレター、これで分解掃除、まあ、全バラではないですけど部分的にやっていきました。
発始動。エンジンをね、かけるところまで成功したんですけど、ちょっと周知を走行したんですけど、アクセルひねったら失速しますね。ちょっともう一回、まだ完成までは程遠いな、これでは。やっぱね、朝からモーニングパーカーを着てるわけですけど、朝から気合を入れないといけないんで、今日も掛け声を出していこうと思います。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ひろき絶対した。お掃除しないとね。よろしくお願いいたします。